バンデミエールは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート5番艦。艦名は、フランス革命歴の武道月に由来する。バンデミエールは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1992年1月17日に、寄港、1992年8月23日に、浸水、1993年10月21日に、収益する。 1994年7月20日にタイイコールエストと命名都市の関係を結ぶ。バンデミエールはヌーメアに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における初任務にあたる。1999年にはタイや東ティモールなど東南アジア諸国を2000年には東南アジアと東アジア諸国を訪問する。 この際の同年12月4日に沖縄を訪問し約150年前に同地で死亡した2名のフランス水兵の墓を異例のために訪れた2002年から2003年にかけて普及の自由作戦のため3ヶ月間にわたりペルシャ湾に展開した2004年には東アジア諸国を訪問した国間海軍演習にも参加する2005年にも東 東南アジア諸国を訪問する。2007年にも東アジア諸国を訪問し、10月には日本の横須賀港、仙台港、枠内を訪問。特に枠内ではラペルーズの記念ヒー幕式に参列する。2009年にも東アジア諸国を訪問する。2012年2月27日に九州北西海域にて非米仏親善訓練に参加する。 二千十三年五月には、クレコに寄港。二千十五年十月には、平成二十七年度海上自衛隊観艦,艦式に参加するため、来日、艦内の一般公開も行った。二千十八年二月八日に、ハルミフ島に寄港。二月十日に、艦内の一般公開も行った。二千十九年三月八日には、北朝鮮によるセトリの警戒監視活動に、 フランス軍も参加することが発表された。まず3月中旬に小会機ハルコ200が在日米軍カデナ飛行場に派遣され、続いて本艦が同年春から東、シナ海周辺海域で監視活動に入る予定である。琉球新報150年の墓盛りに感謝、フランス艦艇が矢ガジを切い以降、在日フランス大使館フランス海軍が湧か内を、 訪問日米仏親善訓練の実施について、広島県呉に8年ぶり仏軍艦が寄港。中国新聞。2021年5月22日閲覧。フランス海軍艦艇の訪日に伴うホストシップの発出等について、セトリに対するフランスによる警戒監視活動。防衛省。2019年3月18日閲覧。ありがとうございます。